その気持ちでいっぱいです。こうやって文化を通して日本と台湾の架け橋になれたらいいなと本当に心から思っています。今回のこのインスタレーションは実は初めてやる挑戦する作品で、台中で初めて見ていただけるものになってます。成果がいいなと思っていて、生の花ですね、生の花と写真をどういう風にインスタレーションにするかっていうのが一番やりたかったことではあるんですけど、会期が長いのでどの花がどれぐらいこう持つかっていうのは結構難しくてですね、はい、いろんな花でやってみたい思いもあったんですけど、やっぱり会期との絡みで霞草がベストだったんじゃないかなと思って、